はい、皆さんこんにちは。鹿児島にやっている主要リーダーの田野豊です。感謝ということで、今日ジャックさんのご協力をいただいて奄美大島にやってまいりました。僕は現役時代、奄美でホームゲームというものがありまして、その時は3000人を超える方々が応援に来ていただいた、そんな思い出もある場所でもあるんですね。そして今日やってきた理由なんですけれども、こちらドン、奄美大島つむぎ村にやってまいりました。そして見てください、2022シーズンの、新ユニフォームでございます。こちら、大島つむぎがモチーフにされたユニフォームとなっているんですけれども、大島つむぎのルーツを探りにやってまいりました。行ってきます。はい、ということで、つむぎ村中に入ってまいりまして、こちら、つむぎ村の小島社長になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宇上将来こんにちは。今なんと島の挨拶です。宇上将来というのは、人と人が出会った時に心の中で手を合わせて拝め辰祭り候っていうのが、まあ語源と言われてます。なるほど、すいません、そんな歓迎の言葉までいただきまして、ということで今回この2022ユニフォーム、つむぎをモチーフにしたユニフォームとなっているんですけれども、はい、この大島つむぎのルーツを探りに来ました。今日は大島紬はですね、1300年の歴史がありまして、日本の伝統工芸品に指定されてるんですけど、大島紬村ではですね、1万5000坪敷地面積あるんですけれども、その中で代表的な泥染めという工程ですとか、あと旗織りという細かい模様を合わせていく、そういった工程を間近で体験、また見学することができます。はい、なるほど。じゃあ今日はどういう風にしてこうできてるのかっていうのをですね、はい、ぜひ僕にご案内いただけますか。はい、どうぞ参りましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、これからですね、工場、はい、そうなんですよ、の方をご案内いただけるということなんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ自己紹介だけよろしいですか。はい、ようこそ大島つむぎ村の今村智美と言います。工場ってこの上にあるんですか。そうです、お登りいただきましてね。ちょっと運動していただきますからね。はい、わかりました。運動は得意じゃないですか、やはり。一応ね、元サッカー選手なんで、はい、です。でもここでも奄美をなんか感じられる雰囲気ですね。そうなんです。動植物というか植物がいっぱいなんですけれどもね。はいはい、こちら白地に赤のハイビスカス、すごい綺麗ですよね。国旗と似ているところから、はい、日の丸ハイビスカスと言います。ハイビスカスって赤だけじゃないですね。そうなんです。見えました。見えてきました。はい、そうです。こちらで製造工程をご覧いただきますね。入り口こちらです。はい、お願いします。まずこのパネルからです。大島紬の原図です。はいはい、柄を考案する図案師がいるんですね。はい、図案師がこのような柄にしたいという原図からもっと詳しくするんです。これ方眼紙なんですよ。はいはい、点々で書かれた設計図案を作ります。はい、この方眼紙は5ミリ方眼ノートって授業の時使われてたと思いますけど、見ると頭が痛くなるやつですね。そうです、そうです。はい、あれよりもっとちっちゃいです。ます、すごい。はい、この中にいっぱいの点ですものね。この点を元にして模様の糸を作るということなんですね。ほうほうほう。この模様の糸が縦糸にもありますよ。そして横糸にもあります。はい、縦糸横糸の点々を合わせていくんですね。折り合わせる。うわ、それをこの点を模様としていきます。たくさんの点の集まり。はい、ということは、はい、折り上がった真っ白い長い布に後でこの柄を絵付けしたり染めたりしないんですものね。すごい。うん、折り上げる前の糸に模様は施されているということです。じゃあその折る段階で糸を一個一個、あ、今はこの糸だなって合わせていくわけですね。はい、点々合わせていきますが、まず折り上げる前にこの糸の点々がずれてないかも調整します。チェックしないといけないんです。なるほど。うん、さあこの模様の糸作りをご覧いただきましょう。はい、はい、ぜひお願いします。はい、レッツゴー。はい、こちらです。すごいいいテンションで、ありがとうございます。宇上将来。はい、ここ大きな旗織り機ですよ。大きい。大きいですね。はい、ここは反物を織り上げるところじゃなくて、はい、締め旗といって、はい、この模様の糸作りに必要な布を作るところなんです。なるほど。うん、これはまず絹糸と木綿ですからね、はい、2種類織り込まれてますよ。さあこの旗にかかっている糸が木綿、この糸です。はい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 、そして職人の足元にペダルがありまして、はい、左右踏み替えると2段に貼られている木綿が動くんです。へー、うん、動きますからね。
はい、動きました。上下交差してるんですね。こう平織りと言いまして交差してる、くっついたり離れたりしてますが、はい、この木綿と木綿の間に職人が絹糸を通していきますからね、はい、なるほど。そしてしっかりと締める、バタンバタンとすごい音です。力がいるために男性の作業なんです。でもこの作業、うん、まあ、繰り返して少しずつこう、うん、作っていくわけじゃないですか、ええ、このサイズ作るためにもすごい回数、そうです、そうなんです、折らないといけないですよね。そうなんです。しかもこの折り上げる前にこの木綿の糸の配列をしっかりしないといけないんですね、はいはいはい、設計図案がありましてね、うん、さらに一列一列の指示書を元にしてこれを作るんですね、視力検査です。はい、見えますか、数字です。すごいですね。その指示書というのが実際これです。こちらです。実際にはこちら、これですね、指示書なんですよ。これを作るためのですね、この指示書に表示されている数字というのが木綿の本数なんです、はいはい、なるほど。この木綿の本数は職人がバタンバタンと動かす串状になっているおさばという道具に配列してほしい木綿の本数なんです、はい、なるほど。説明書と、ですすごい、この通りしなければならないです。そして、はい、ここも手作業にて木綿配列しますから、はいはい、ここで間違えたら大変、絹糸の白黒のかすりの幅が変わってしまうんです。車輪梅染め、泥染めをしたら真っ黒になりますけど、この中でちゃんと白黒はできてるのですね。ここ間違えればもう模様の糸のずれてしまいます。なるほど、間違えられないところです。うわ、すごい、ここ重要、肝心要、すごい時間かかりますし、また思いもたくさんこもってますからね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そして1枚2枚作るのではなくて、はい、大島紬の模様ができるためには300本から500本もの模様の糸必要ということですから、はいはいはい、その本数と同じ枚数分2ヶ月3ヶ月もかけて作るんですよ。何百枚も、これ布に、そうです、まだ模様の糸作りに必要な布を作らないといけないので、これを作るためには、これが絹糸ですからね、はい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 、絹糸と木綿ですからね。この木綿はもう取るという作業をして最終的にはこれにするんです。すごい。さあ、その木綿を取っているところがこの作業なんですよ。木綿を取る作業、そうです、これも手作業です。あら、社長じゃないですか。社長ですよ、はい、え、社長も作業されるんですか。職人兼社長、二足のわらじで、何足も履いてるんです。はい、技にも注目していただきましょうかね、はいはい、手作業でなんとあの道具を使って木綿だけ取ってるところなんですよ。少しずつ技です。すごい、これが職人ですね。そうです、はい、大島紬2色でできるものももちろんあるんですね、はいはい、白黒でも今カラフルになってきました。そうですよね、色が入っている柄もありますから、はい、その時には色の糸が必要ですものね、はい、こういったヘラを使って丁寧に絹糸に色をすり込むという作業をしていきますからね、はいはいはい、この化学染料が昭和30年代からなので、はいはい、それ以降になるとカラフルなものも増えたということなんですね、はい、一個一個というか色を自分たちでこう 手で入れていかないといけないわけですもんね。手作業です。そしてなんとこの作業にも驚くことなかれですよ、出ますからね、はい、指示書があります、はい、これを照らし合わせながらなんですよ。すごい、あ、じゃあこれを見ながら色をこう入れていくと、そうなんです、元はこれ白黒でありますが、はい、この指示書の通りに色を入れるとこのカラフルになりますからね。色入れたものこちらですから、しかもね、この大島紬柔らかいんですよ、この肌触りがいい、うん、絹糸です ね、 ですね、本当にね、ふわふわしてますよね。綺麗、見てくださいこれ、いいの、ね、これだから、うん、じゃあ今日僕がやろうって言ったってできる技じゃないですもんね。もう修行がいりますね。ですよね。そうなんです。でもこれのまだ糸の完成じゃないんです。これまだこの段階、布の段階ですからね、あの絹糸と木綿がまだ入っているということなんですから、この木綿は全部取るんです。最後は中の絹糸だけを織り上げていくんです、はいはい、そう、これだけでもいいですよね、巻かれてもいいですよ。いや、なんかもうこれだけでもどこに巻こうか気になりますけど、頭かなと寒いんで、はい、思います。いいで、ね、あ、でも肌触りがめちゃくちゃいいですね、これ。ありがとうございます。さあ、この中から木綿は全部取りましょうね、はい、中の絹糸は折れ曲がって輪になってつながってるんですよ。一本の長い糸、その糸を機織り機に順番通り配列をするんで、はい、縦糸の準備
もありますし、もちろん横糸も糸作りをして、はい、こういった管に巻かれましてね、はい、船のような形の火と呼ばれる道具に収められるんですね。火、それをこうトンカラリーとこうよく映像で見られる、そうです、旗織りをしていくんですが、はい、縦糸横糸とちゃんと点を合わせますからね。そして一方の絹糸の太さご確認ください。見えます、すごい。この中には点はもちろんのこと色も入ってますからね。じゃあこれを順番通りにというか、こう折っていくと柄ができる。そうです、不思議ですよね。情報全部入ってるということなんで、一本の糸に。そうですよね、すごい、模様の糸の中に。そうです、ありがとうございます。この糸ができるまで10ヶ月ですからね。10ヶ月、こういう工程を経て。そうです、うわーすごい。しかもご覧いただいたように一人の職人がずっと最初から最後まで仕上げるものでないんですよね。分業制、そう、リレーをしながら。そうなんです。はい、じゃあ次は旗織りをご覧いただきましょう。1点ずつこのように指で押さえていって1点ずつ縦糸に絵柄を合わせていくんですね。絵柄が縦の絵柄の点と横の絵柄の点がピタッとこらえて、ね、7センチぐらい折っては微調整、それの繰り返しですので1日8時間やってても30センチぐらいしかできません。うわ、着物一旦1枚分は12メーター40センチ約2ヶ月かかります。はい、なるほど。で、まあ、私で旗織り歴44、5年経ってますが、この年数折ってる人の2ヶ月なんですよね。見させてもらっていいですか。はい、あ、こちらですね。はい、アギナバラです。あ、アギナバ、あ、はい、こんにちは。これが設計図ね。見えます、見えます、見えます。いや、なんか気が遠くなる作業というか、すごい。これもう性格が曲がってたらできないじゃないですか。これぐらいでいいやって人はできないじゃないですか。合わせていかないと。この柄はあれですよね、僕は多分オープニングで着てた青のユニフォーム、紺のユニフォームはまさにこの柄でしたね。ありがとうございます。お待たせしてしまいました。いえ、その出来上がりが見れるので旗織子は出来上がった時の達成感はものすごいって、本当この文化が鹿児島県内にあるって本当すつつ誇らしいですね。うん、そうなんです。いや、今の工程とか、まあ、見させていただいて、あの大島紬で、あのいろいろな柄があるじゃないですか、それをこうモチーフにした我々日本を着させてもらうっていう、なんか重みがいい意味ですごいドンときました。はいはいはい、あ、そうです、はい、背負ってる、からってるんですね。そうですよね、本当にそうですよ。そうです、だからこれで僕らがこう活躍することによって、そうです、職人の方々も嬉しいと思います、ね、喜んでもらえるような。そう、あ、嬉しいお声です、ありがとうございます。頑張ります。あとはちなみにたくさんの大島紬をご覧いただける館がございますのでね。なるほど、紬柄の屋根。そうです、大島紬の柄が施されていて、今お召しになっているね、こちらの柄です。じゃん、これは何柄でしょう。辰郷柄です。辰郷柄、はい、辰郷柄、この町の名前が辰郷町と言いますから、辰郷町で生まれた柄なんですよ。発祥の柄辰郷柄、そして、はい、ひし形の幾何学模様が続いてますよね。はいはい、そうですね、モダンですよね。このひし形というのがなんとある植物がモデルになってるんですよ。僕はあの嫁さんのお父さんが徳之島なんですよ。はい、これのあれがありました。ございました、それです、きっとそれです。ソテツです。正解です。よしよしよし、ですよね。大正解です。そうなんです、この植物のソテツを、おっとっとっと、はい、モデルにしたものなんですね。でこれが辰郷柄、うん、そうです、ソテツ葉の広がり、ひし形ですものね、こうやってね、はい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 、そしてトゲトゲの葉っぱは斜線でトゲトゲギザギザ表していて、あ、なるほど、花が咲いて実がなるというのがソテツなんですね。はあ、それをモデルにしたものなので、これもう身近にあったものをモデルにしたものが以前多かったようですよ。すごい、その中でもこの辰郷柄がずっと続いている古典柄なんです。すごい、ありがとうございます。美馬辰郷柄、
ビバです。ビバビバですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。でも嬉しいです、こうやって。はい。ね、なんか。ご覧していただいて。すごい、最初入ってきた時より、重みを感じます。そうですよね。今来てる。愛着も湧きますからね。愛着も湧きます。そうなんです。はい。職人さんが本当にバトンタッチして、そうです。いろんな思いが詰まってるっていう。そうです。スポーツと一緒、チームワークです。本当に。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら。の中、はい。はい。では、ご覧いただきましょうね。はい。失礼します。ということで、ここからは、社長さんにまたここをご紹介いただくというのは、ここは実際の出来上がった製品を展示しているスペースです、はい、なるほど、うわーすごい、どうぞ、高級感漂う、うわーすごい、これが完成した、そうです、大島紬ですね、こういった着物に基本的にうわー、はい、なる、さっき一つ一つ折られてた、そうです、一点一点すべて手作業で合わせていって模様を仕上げていってるんですね。すごいな本当に。でこちらが今回、はい、ユニフォームのモチーフとなっている辰号柄ですね、はい、これですね、はい、そうです、すごい、いやすごい、これは軽さを感じてください、うわ軽っ、細い絹糸で高密度に織ってるので軽くて暖かいという、なるほど、ひっくり返してみてください、はい、ほら表裏がないんですね、わすごい、絹糸に模様を作って、はい、平織り縦横一本一本交互に織ってるので、はい、表も裏も同じ模様が出てくるんです、え、じゃあこれ表でも裏でもそうです、お使いいただける、はい、お母さんが着てて、で古くなったら裏返してまた新しく仕立て直して娘さんに受け継ぐという、してまたその裏を使ってて古くなると全部ほどいてそのお孫さん、はあ、子供のおくるみに使うという、まさに SDGs のそれですね、はい、すごい、もうそんな昔から SDGs を考えてというか、はい、もう実践してたんです、いやでも素材手触りも気持ちいいし、着ててですね、軽いし、大島紬はやっぱり着物にするのが一番なんですけれども、あの着崩れをしにくいという利点もあってシワになりにくいとかですね、あなるほど、一度大島紬を身につけると他の着物がなかなか、大島が誇る伝統工芸品です、いやいやもう素晴らしい、世界に誇れるものです ね、 ですね、はい、なかなかこう着物に、はい、着る機会というのも減ってきたので、最近はですね、はい、こういったアロハシャツですとか、これも辰号柄を実際に使ってます、もしよろしかったらちょっと羽織るだけ羽織ってみますか、いいんですか、大丈夫ですよ、なんか震えてきましたけどすいません、じゃあ失礼します、はい、うわもう袖を通す瞬間から気持ちがいい、うわすごい、大丈夫ですか、はい、めちゃくちゃ軽いですし、へえ。背筋が伸びたような感じがします、だいぶ伸びます、はい、ピンとしますね、え、でもすごい着心地がいいです、一つワンランク上の男になった気分になりますね、ランクもツーランクも、はい、あ、ツーランク、手触りというか肌触りがすっごい気持ちいいから、で和服にすると歩いた時にその絹ずれの音ってシャッシャッシャッっていうの、それがまた気持ちがいいんですよ、もうこれでも一緒ですもんね、一緒です、一緒です、はい、ほらユニフォームとこの伝統的ないろんな人の思いがつないでこうできた、ね、大島紬の柄が入った、はい、しかもこれ辰号柄ですからね、でホームのユニフォームこれアギナバラ柄なんですけど、はい、このアギナバラ柄なんてあるんですか、はい、先ほども、はい、旗織りで、はい、織ってましたけど、またそれと同じ柄で少し大きめなんですけど、これはマフラーに仕立てております、え、これもあれですか、大島紬ですか、そうです、もちろんです、ツルツルしてますね、なんかでも、はい、生地が、これは泥染めをしていない白大島という部類の大島紬で、はい、染料でこう模様とかを出しているので、ただ作り方は全く一緒です、糸、原料ですね、なるほど、せっかくなのでこれもいいんですか、すいません、なんかありがとうございます、2周ぐらいしましょうか、うわ気持ちいい、気持ちいいですか、ちなみにこの柄なんですけど、はい、これはですね、はい、アギナっていう集落がありまして、そこでこう考案された柄で、はい、あの竹で編んだザルをこう模様モチーフにしてます、なるほど、あ、こういうところですね、はい、こういうところが、あ、一緒だ、はい、すごい、
ザルですね。ザルのことを島の方言でバラって言うんですね。あ、そうなんですね、はい、すごい。でもこの奄美大島の大島紬のね、柄を入れたユニフォームで試合をするという選手たちにもこれ僕伝えますんで、あ、ぜひよろしくお願いします。我々も奄美大島からエールを送りますので、ぜひ頑張ってください。すいません、ありがとうございます。かっこいいですね、本当にこれ、ね、僕好きです、これ。うん、こういうですね、はい、なるほど。こういったもの人気あるんですよね。確かに、すごいおしゃれ。うわー、かわいい。パッと見るとやっぱりこういうところにもアギナバラがタツゴ柄、本当だ、ユニフォームのアギナバラ柄とタツゴ柄ですね。この2つは伝統柄の中でもやはり大島紬の代表的な柄の2つですので。そうなんですね、はい、ありがとうございます。から受け継がれているものです。と、例えばここにアギナバラが、わあ、アギナバラ柄のネクタイ、いやもうこれは2ランク上がりますよ男としてあの物だけでなく、はい、食べ物が置いてあるんですけど、はい、実はあのうちではですね、チョコレートも製造販売をしておりまして、なぜチョコレートなんですか、これ。これ奄美のですね、はい、黒糖を使ったチョコレートなんです。はい、ビンクーバーという製法で作ったチョコレートで、はい、完全にカカオ豆と黒糖だけなんですね。せっかくですから、このチョコを1個試食してみますか。いいんですか。大丈夫です。すごい、美味しそう。美味しい。でも甘すぎず、そうなんですよ、黒糖感もでも残りつつ、アーモンドと絶妙に合いますね。うわ、ぜひこれ食べていただきたい。ありがとうございます。はい、ということで、はい、この大島紬村では泥染め体験ができるというふうに聞いてるんですけど、はい、実際に手絞り で、はい、で泥田の中に入っていただいて自分で染めていただくという体験のプログラム準備しております。そのプログラム今回僕させていただけますか。大丈夫です。ありがとうございます。